こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の11月26日、時刻は22時13分になります。現在の枝コインの値段は 174.7 円ということで、またまた 11% 下がっているということですね。はい、こちらもう値動き大きいのでちょっと月足で見てるんですけど、ね、ここの陰線がまた大きくなってきちゃいましたね。これね、昨日も言ったかな、ここでね、コマが2つ並ぶぐらいで反転してくれるっていうのをね、期待してたんですけど、なんかもう一回大きな陰線が来て行ってこいということで、8月のもう前半ぐらいみたいな感じに戻ってきちゃったし、ここの5月6月の盛り上がりですよね、はい、ここと同じところまで戻ってきたと、はい、いうことで、でもここの陽線ができるときに、うわあ買いたかったのに買いそびれちゃったって言って思ってた人は今買ってなきゃ嘘ですもんね、ここでね、はい、だからここでね、本当にちょっと買いそびれたなと思って、ちょっと、一瞬戸惑って後悔してる人はそろそろね、あの出撃用意という感じじゃないでしょうかね。はい、ではツイッターの方見ていきたいと思います。はい、愛知東海さん、急速に拡大する体のデファイエコシステムに対してチャールズからマイクロサミット開催の提案ですと、2月3月、どちらか予定しているということです。はい、ちょっとこちら見ていきたいと思います。はい、チャールズさんの24日の動画を、まとめてくれてますね。ちょっとこれ拝見して読んでいきたいと思います。マイクロサミット、デファイエコシステムのメンバーで話し合おう。皆さんこんにちは、チャールズ・ホスキンソンですと、2本目の動画ですと。体の将来について前向きな話をします。私たちが2022年に向けて温めてきたアイデアの一つに、体のデファイエコシステムについての議論があります。体のエコシステムはメルドやサンデースワップ、コーティの DJ ドステーブルコイン、 CNFT マーケットプレイス、何百もの興味深いトークンやその他のものが飛び交っていて、とても良い盛り上がりを見せています。私たちが気づいた点は、エコシステムのメンバーがみんなそれぞれ違った方法で物事を見ているということです。そのため、この分野の専門家を集めて論理的なグループ分けをすべきだと思いました。そして特定のテーマについて集中的に話し合う場を作ることが必要だと思いました。カルダノではライトウォレットやアタラやプリズムなどテーマに社内で話し合う機会を持ってきました。例えばライトウォレットのワークショップは30人以上の参加者がありました。私がアフリカツアーに行っている間だったのでよく覚えてないのですが、場所はポルトガルかスペインだったと思います。アイデアとしては、特定の分野に特化したマイクロサミットを開催し、その分野で開発を行っているダップス開発者が集まり、お互いに交流するというものです。もちろんこの場では彼らは IOHK エマゴカルダノ財団のメンバーとも交流ができます。はい、手始めにデックスコンベンションという名のマイクロサミットを開催し、カルダノのブロックチェーン上にデックスを構築しようとしている人たちを集めてみようと考えています。メルド、サンデースワップからの参加者が期待できます。私たちカルダノはダップス開発者に技術的な支援やアドバイスをするために日々活動しています。ダップス開発者側からも質問がたくさん投げかけられます。自動化されたマーケットメイクで様々なことについてみんながそれぞれの見方をしています。流動性はどこから来るのか、オーダーブックのパターンをどう扱うのか、並行性はどこから来るのか、何がオフチェーンで何がオンチェーンになるのか、どのようにディストリビューションを行うかなどです。今何が起きているかというと、物事が急速に展開し始めているのです。 PAB はテストネットに入っていて、12月か1月頃にメインネットに移行します。皆さんが PAB を快適に使えるようになる日が近づいています。一部の DEX は今年中にもカルダノブロックチェーン上で目覚める可能性が高いです。サンデースワップなど最初の一歩で、今後も同様の DEX の進化と反復が起こるでしょう。 DAPS の開発者はプルータスのコアチーム、レジャーチーム、ネットワークチーム、 SPO と直接やり取りを行い、機能について議論したり、新しい機能を紹介し合ったり、商業化を適切に進めるため必要な優先事項について議論したりすることが重要です。私の希望は、第1回 DEXCON を来年の2月か3月に、開催することです。2月の HFC イベントの前後がベストです。この頃になると PAB が一定の成熟度に達し、次世代のプルータス製品が登場すると思うから。はい、認証プログラムも進化していると思います。マイクロサミットですから、30から50人ぐらいの小規模で楽しい数日間を過ごすことを目的としています。参加者でアイデアや知識を交換したり、改善するためにはどうしたらよいか不満を吐き出したりしたいです。はい、もうちょっとです。ご存知の方も多いと思いますが、私たちは DAPS 認証を念頭においてプルータスを構築しました。2021年はデファイスペースで105億ドル相当の損失、不正乱用が発生しています。体の設計要件の一つは、DAPS をセットルメントレイヤー、会計処理を行う階層で構築しようとする人々がしっかりとした認証レベルを確認できるということです。エンドユーザーにとってこのソフトウェアは非常に重要です。なぜならエンドユーザーは何かを見たとき、そのコードが何らかの品質を検証を得ているか、経ていることを視覚的にする必要があります。
私は形式的な手法に基づいた認証レベルがあればいいなと思います。目指すのは3つの認証レベルです。現在複数のパートナーとともに認証エコシステムの構築を模索しています。マイクロサミットは基本的にかなりの低コストで定期的に開催できるイベントになります。最初のデックスコンの開催場所はコミュニティからの提案を歓迎します。スペインのアフレッドのホテルなんていうのもありかもしれませんということですね。はい、まあもうちょっと我々一般の人がね、あのオースゲーってなるにはもうちょっと時間かかると思いますけど、開発レベルではね、もう具体的にこういうふうに動いてるという感じですね。はい、そこと関係あるかどうか全然わかりませんけど、このなんていうものかわかんない方が、某ビッグ4がブロックチェーン事業に力を入れて始めているようです。本日私と加藤さんにヘッドハンティングが来ました。これから業界の人材採用に嫌がりになりそうですねと。で、その加藤さんが、今、監査法人はブロックチェーンの人材争奪期みたいですね。私の指令もビッグ4に引き抜かれていきましたしと。こちらの年収表記は正常でしたと。ちょっとここはわかんないですけど、まあとにかくもうどこも、まあ監査法人ですらね、あの人材、ブロックチェーン人材を引き取りに来るので、まあ普通のもうね、ところなんてもうずっと人がいないんでしょうね。はい、そういえば、エマーゴの児玉さんもね、あの人が、あの日本でも開発者が欲しいという、欲しいというか、足りないから、まあ、そういう人たちにね、あのどんどんコミュニティで取り込んでおいてくれみたいな感じで言ってましたけどね。はい、未退職して海外移住する、まあ、新庄もだけど、新しいことをするには、今あるものをぶっ壊す必要があるようだなと。その点、マジでこの大統領は常に挑戦してかっこいいと思う。いろいろ反対する者もいるものだろうけど、どうか殺されないでほしい。まあそうですね。世界中からちょっと目の敵にされてるかもしれないですけど。はい、まあこれはちょっとね、あの、もうお伝えしたし、みんな知ってるかもしれませんけど、この動画を上げてはいなかったので、はい、動画を今あの、みんなツイートして、リツイートしてで待ってるんで、ちょっと拾いました。はい、BTB さん、ブロックサイズの変更プロトコルアップデートは DEX を含むさまざまなコミュニティプロジェクトのローンチが近いことを意味しますと。12月1日306エポックからパラメータが変更ですということですね。はい、はい、MM さん、情報集約すれば縄張りが大事な役人様はやろうとしないよね。デジタル庁に期待したい分野もあったけど、プッシュ型で政策面もピンポイントにできそうだから主導権握られるのは嫌なんだろうっていうので、こちらが秋田県横手市が所得制限を設けず給付ということですね。子ども10万円で、その理由として2つ挙げてますね。国民は所得で速やかにセグメントできるシステムが未整備、プッシュ型の情報提供認証、送金先登録も未整備と、GMO あたりの経営者レベルが議員に必要だけど慣れてがいないだろうな。まあ地方ではいないでしょうね。っていうよりも、ここですよね。まずやろうと思ってないっていうところが根本的な、まあ、だと思いますよ。あの、まあ、こういう人たちって言っちゃいけないけど、まあ、選挙に行った時もそうだったけど、ね、あの、投票箱に投票したかどうかを目視する人が2人いましたからね。あ、言ったかな、これ。はい、もう非常にショックだし、まあ、あの人たちはそれをしっかり、ね、あの、今まで通り言われた通りやるっていうのが仕事だとしてやってるので、まあ、彼らのことを悪くは言えないんだけど、だからそういう改善していくっていうインセンティブがないということですよね。はい、コインポストからいくつか。明日、ブロックチェーンカンファレンス、ブロックチェーンジャム2021、27日ですよね、明日ね、オンラインでということです。はい、こちら。はい、こちらがそのホームページになってまして、下の方に行くと、はい、こんな感じでタイムテーブルが出てます。9時から、主催代表挨拶、イーサリアム、デファイ、NFT、リコーンっていうんですかね。その後、ポルカドット、コスモス、デフィニティ、ダオ、アンバービットコインで6時前に閉会ということでね、はい、見る価値ありそうですよね。はい、私もちょっとは覗きたいなと思ってます。はい、そして A 法律委員会スマートコントラクトの法的取り扱いを説明と。はい、英国における法体系の一つであるイングランドとウェールズの法律委員会は、25日同地域における法律は、スマートコントラクトへの適用に十分対応できると発表した。こちらの法律委員会は法の改革を推進する目的で1965年に設立された法定独立機関、時代遅れとなった不必要な法律の変則の廃止、類似した規則の削減などにより法律の成文化を促進する、また法律の公正性、シンプルさ、現代の様式に見合っているか、また費用対効果等について調査や協議を行い、議会に提言する役割になっていると。日本にあるんですかね、これね。法律委員会は英国のコモンローには柔軟性があるため技術開発にも対応可能と分析、
E&W 四方区域では法令の改正なしにビジネスとイノベーションのために理想的なプラットフォームを提供できるとの判断を示したと。はい、特別委員会の結論、ここは、全部読んだ方がいいのかな。同声明では法的枠組みがスマートリーガルコントラクトの使用を促進し、支援するために十分な堅牢性と適用性を備えているとして一致したと。なお、法律委員会は、コードの性能に関するリスクなどスマートリーガルコントラクトの法的な取り扱いは不確実性もあるため、特定の問題を提示しつつ、その対処の方法について明示的な条項を含めることを当事者に奨励している。一方、スマートリーガルコントラクトが普及するにつれて、市場では交渉や作成プロセスを簡略化する慣例やモデルが開発されるだろうと、同委員会は予想、市場に多くのチャンスがあると指摘したということで、今の法体系でどんどんスマートコントラクトをこの法律のね、裁判とかそういう分野に取り込んでいけるということなので、こういうのがイギリスからね、発展していくといいかなと思います。はい、ここにもうユースケースを取り上げてますね。デファイの促進、サービス契約の監視、不動産取引、保険、航空機への燃料補給、サプライチェーンの管理と、幅広い、もうこれだけいけるんだったら法律だけというかね、もういろんなビジネスにそのままいけそうな感じですよね。すみません。で、もう一つですね、このバイナンス P2P19 の取引でペアで、19の取引ペアで ADA に対応と。はい、バイナンスです。19の法定通貨ペアを追加、暗号資産バイナンスは25日、バイナンス P2P という OTC 取引所で ADA に対し、19もの法定通貨ペアを追加したと発表したと。ADA の取引ペアは、AED、ディルハム、バングラディッシュ、国だけ言いますね、バーレーン、アルジェリア、エジプト、イスラエル、インド、ヨルダン、クウェート、スリランカ、モロッコ、ネパール、オマーン、パキスタン、カタール、サウジアラビア、スーダン、ポンド、チュニジア、トルコということです。こちらを使うユーザーが300以上の決済方法で ADA を売買することができる。P2P は板取引と異なり、マーチャントという売り手と買い手と設定された金額と取引量で相対取引をするプラットフォームだということで、私ちょっと使ったことないですけど、でもね、こんだけ法定通貨建てのペアっていうのができたら、相当、ね、流動性が上がるというか、取引が増えるんじゃないでしょうかね。はい、ではツイッターの見ちゃかった値段の方に戻りたいと思います。はい、176.36 円ですね。はい、14,012.9×176.36 で元本が10万円ですので、計算しますと237万1315円のプラスということです。はい、2371% のプラスですね。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。